こんにちは。麹発酵研究家の花巻由美です。以前炊飯器で作る甘酒の作り方をお伝えしたんですけれども、今日はヨーグルティアを使って作る甘酒の作り方をお伝えしたいと思います。ヨーグルティアで作る作り方っていうのは、ヨーグルティアの、説明書の中にもレシピはあるんですけれども、ちょっと私はそこをまた自分なりにアレンジいたしまして、ヨーグルティアをフル活用させて作る美味しい甘酒の作り方をお伝えしたいと思います。この作り方で作っていただけますと、お料理に使うお砂糖が必要なくなります。もうすべて甘酒で代用できるぐらい甘い美味しい甘酒ができるんですね。甘酒をより甘く作るポイントは3つあります。まず1番、ヨーグルティアの設定温度と設定時間です。そして2番目、こちらのお米なんですけれども、うるち米ではなくもち米を使います。もち米はほとんどがアミロペクチンで作られているために、ブドウ糖の量が多くより甘くなります。うるち米はアミロペクチンが 80% でアミロースが 20% なんですけれども、この 20% の違いで 1.25 倍甘くなるっていうことになりますね。そして麹です。こちらは八海山の麹なんですけれども、八海山の麹はやはりお米で育った麹なので、でんぷんを分解する力が強いです。なのでこちらのお酒を作るための麹である八海山の麹を使います。 1.5 合の洗ったお米に対してお水を3カップ入れていきます。そして普通に炊飯します。はい、ご飯が炊けましたので潰していきます。麺棒の先を水で濡らします。そして潰していきます。このぐらい潰れてきましたら麹を入れていきます。八海山の麹 300g 全てを入れていきます。ちょっと真空になってて硬いので少しほぐします。そして少しずつ入れていきましょう。本当はね、これ炊飯器の中であんまりしない方がいいんですけれども、ちょっとお米の量が多いとヨーグルティアの中では混ぜにくいので、こちらで混ぜてしまいます。炊飯器の内釜の中で混ぜるときには、あまりこう炊飯器に傷がつかないように気をつけてくださいね。なのであまりこうガツガツ混ぜないで、ちょっと少し浮かせる感じで混ぜていきます。そしてこのぐらい混ざりましたら、ヨーグルティアの容器に入れていきます。もうこれ分解が始まっているので、とてもこう粘度が緩くなって柔らかくなってきます。そしてこちらのヨーグルティアのガラスの容器に入れていきます。今日は 300g の麹を丸ごと1袋使ったので、お米は1合半使いました。で、麹を混ぜた内釜はすぐに洗ってくださいね。そしてこのヨーグルティアの温度なんですけれども、私はいつも64度で設定しています。そして時間は24時間、これヨーグルティアだからこそこの時間でできるんですけれども、十分ゆっくり時間をかけて糖化させていきますので、すごく甘い甘酒ができます。そして蓋をするんですけれども、こちらの蓋はちょっと使わないで、これだけ内側の蓋だけ使います。そしてこれを入れまして、蓋をしてスイッチを入れます。
私のはこれ古いヨーグルティアなので設定の仕方がちょっと違うかと思いますけれども、64度で24時間で作ってみてください。1時間後に一度混ぜます。そして6時間おきに一度混ぜるということを繰り返していって24時間置きます。甘い甘酒を作るためには仕込んで1時間後に混ぜるというのがとても大切です。これ炊飯器で作る時にもお伝えしたんですけれども、そのような形で作ってみてください。1時間経ったので混ぜていきたいと思います。こんな感じに柔らかくなっています。そこからぐるんぐるんとかき混ぜてあげましょう。これ1時間後に混ぜる理由なんですけれども、そのまま放置しておくと表面がちょっと温度が下がっちゃうんですね。なので、乳酸菌が入りやすくなります。そして乳酸菌が入るとちょっと表面が黒くなって、私甘酒がグレちゃうっていうんですけれども、ちょっとグレーがかった感じの甘酒に仕上がるんですね。そうなると乳酸菌が入ってるのでちょっと酸味が出てきて、せっかく糖化させたのにその糖分が乳酸菌に奪われてしまうんです。なので甘みがちょっと減ってしまいます。なので一度混ぜてあげるっていう作業をします。で、乳酸菌は、温度が40度ぐらいのところでよく発生しますし、あと空気が少なくなると発生するんですね。なのでこちらの蓋しかしないっていうのはちょっとここで空気を入れてあげるという理由もあります。ここから空気が入るので、乳酸菌は空気のないところで発生しやすいんですね。なのでこのような形で置いておきます。また6時間後、今度は6時間後に混ぜるんですけれども、この何時間後っていうのはもうぴったりじゃなくてもいいです。6時間前後のところで混ぜていただければいいです。なので24時間ですので当然皆さんお休みになられると思いますが、その際はお休みになられる直前に一度混ぜて、目が覚められたらまた混ぜるという感じで大丈夫です。8時間寝られる方は8時間後になっても構いません。はい、24時間経ちましたので開けて様子を見たいと思います。ここについた滴は落としてくださいね。こちらの中にあまり入れない方がいいです。こんな感じで出来上がっています。途中で混ぜることによって麹もお米も細かくなりますので、より分解が促進されます。最初の1時間目に混ぜることの理由なんですけれども、お米と麹を混ぜた時に温度が下がってしまうんですね。で、ヨーグルティアに入れてもすぐに全体が60度以上になるのって時間がかかります。そうするとこの表面下の方はね60度になりやすいんですけれども、上の方は結構まだ冷たい状態になってしまいます。特にお米の量が 1.5 とかだと上の方がしっかり温まるには時間がかかります。なのでその間に乳酸菌が入ってしまって酸味が出やすいんですね。そういう理由がありまして、1時間後に一度混ぜるということがとても大切なポイントになります。その後に6時間おきに混ぜるというのは、全体を均一に発酵させるという理由があって混ぜるので、そんなに神経質に6時間経ったから混ぜなきゃとかそういうふうに考えなくても大丈夫です。ちょっとぐらい時間がずれて8時間9時間になってもそんなに影響は出ません。ただ最初の1時間目だけは必ず混ぜていただくことが大切です。そこで乳酸菌を入れないっていうことですね。で、今回紹介させていただきました麹は八海山のものなんですけれども、皆さん作られる時はいつもご自身がお好きなところの麹を使っていただいて全然構いません。むしろそれを使っていただいてこのやり方で作っていただくと
どれだけ甘みが増すかっていうことを感じていただけると思いますので、ぜひ八海山の麹にこだわることなくお好きな麹を使ってください。ちょっと味見していただくとね、すごく本当に甘い甘酒になっています。なのでちょっと私はここまで甘くなくてもいいわとかっておっしゃる方は、間間でね混ぜる時に味見をして適度な甘さで止めていただいて結構です。私は滑らかな甘酒が好きですので、これをさらにミキサーにかけます。そしてこれ容器取り外す時なんですけれども、最初使わなかったこの蓋を使ってください。この蓋を使ってこちらにかけます。ちゃんと回していただいて引き抜きます。これね、ちゃんときっちり蓋閉めていただかないと、この引き出した時に落としちゃうといけないので、そこは気をつけてくださいね。そしてミキサーにかけます。こちらはテスコムの真空ミキサーです。真空になるので甘酒の中に余計な乳酸菌とかが混ざらないので、甘酒自体も日持ちします。甘酒が酸味が出たりするのは、やはり酵母菌とか乳酸菌が入っちゃうとそういう風になりやすいですね。なので余計な菌を入れないように気をつければ甘酒は結構長い間甘いままで飲むことができます。私は毎日飲むというよりもお料理に使うことが多いですね。あとフルーツのジュースとか、朝人参リンゴジュースを飲むんですけれども、その時に甘酒を入れて飲んでいます。はい、出来上がりました。真空になっているのでなかなか外すのが大変ですけど、はい、こんな感じで滑らかな甘酒ができました。あとはガラスの瓶に入れて粗熱を取って冷蔵庫で保存してください。はい、滑らかで美味しい甘酒が出来上がりました。次回はこの手作りの甘酒を使って生のタイハムを作りたいと思います。丸2日間乾燥させてお魚のタイハム出来上がりました。楽しみになさっててくださいね。